お疲れです。お疲れ。YouTube ですか。うん。YouTube。これ第何回でな。第一回です。第一回目で7分。じゃあこれからもいっぱい流してもらえるように本音にこびります。ちょっといっぱい出てください。だから早くやろう。ね、あ、あれです。第2回が第3回はホニョンと須藤と近石の結婚できない男特集です。楽しみにしててください。すいません。あと力もでした。俺は結婚できるから思ってもうた。いやいや、いっぱいもう須藤が来たら完成するし、あと言って完成させないで、俺抜いた後で3人で力あるでもちょっと話聞いてみないと分かんないですよね。なんか力ある。でも絶対なんかある。絶対。どこの筋肉？もうその何個前をずっと連続で。え、あの素足のやつみたいな。そうそう。あれマジきついね、きつい。あ、これここにつけてこうやってこうやって。そうそう。ベルトとして。あ、そうなんですね。やってるんです。フルパワーで上げて、下げて、上げて、下げて、速度が3種類ある。その段階なんですよ。重いのと。そう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 。下げるときもパワーいる。はい。こういうの。まあ、その筋量的に言えば、その数値だけ見たら、もう一般人並みですとか、一般人以下ですみたいな。あ、そう。一般人以下ってちょっとショックでしたね。そんなに弱ってんだって感じでしたから。両方の感じで下げて。これ女子って言われたっす。でも、だいぶ前ですよ。21とか22とかなんですよ。そう、おもろいよ。でしょ？俺、それもちょっとショックでした。大丈夫だ。みんなそれぐらいなんじゃないの？女子のアスリートね。サッカーやってる人と一緒。あ、そういうことだ。普通の一般人の女の子ね。で、ズキヨシ君もあれだよ。イケイケだから。キヨシ君やわ。キレキレ。何あれ？リフティングで、マサシのことチンチンにしてたよ。マジで？これ見てない。ライン際で、1本目か。そう、ポーンってアウトでリフティングして、ポーンってやってそのあと頭でリフティングしてドリフトしてそのまま行ってたよ。知らんもん、見てない。見てないですよ。今日一番良かったのマジで清志。多分マジで今楽しいと思う、サッカー。でももうあれだし、後半始まる頃には3球で起こしたり力つけてました。頑張ってた。
キヨシめっちゃ動けてた。いいですね。嬉しいですね。嬉しい。